歌舞伎役者市川猿之介さんの両親について先ほど司法解剖が終わり死因は抗精神薬中毒抗精神薬中毒の疑いだったことが分かりました市川猿之介さんの自宅ではきょう現場検証が行われましたきのう死亡が確認された猿之介さんの両親には外傷などはなく母親は発見された際死後2時間から3時間ほど経っていた可能性があるということです 今日の司法解剖で死因は薬物を過剰に摂取したことによる中毒死だったことが分かりましたこれまでに自宅の地下からは猿之助さんが書いたものとみられる遺書のようなものが複数見つかっています